ベンジ。リベンジ第2回戦。今回はね、ファイルです。1週間前に予約したから。そう。もう気合い入れて1週間前にから予約して、今日もちょっと早めに5時に来ました。今日は平日なので、はい、普通に学校行って、ね、5時に来ました。はい。はい。短縮で1時半下校でさ、うん、4時半まで遊んでてさ、髪がこんなぐちゃぐちゃなんだもん。走って帰ってきたもんね。そう。この最高気温33度って言えなかった。もう危険だよ、危険。本当に。本当ね、暑いからね、もうね、30度超えは危険だからね。お腹も空いてることです。はい、じゃあ食べましょう。はい。はい、じゃあとりあえず来たやつ、お腹ペコペコなのでね。これね、メインに見てる撮ったやつ、うん、これなんか今だけ半額っていう生サーモン、大喜利、大喜利生サーモン、美味しそう、ね、めっちゃ美味しそう。食べましょう。はい、でこれはマグロユッケでございます。はい、最近さ、ここのユッケにハマった。そうなんだ。そう、美味しそうだよね。だからエビのユッケもあってさ、美味しそうだなと思って、うんうん、来ました。いただきます。はい、食べましょう。くら寿司最高。もういいね、やっぱくら寿司はね。ねえ、ほんと。なんかメニューもコロコロ変わるから飽きないよね。全然飽きないし。わさびつけた。ああいいね。どうですか。やっぱサーモン最強ですか。うん。違う、くら寿司が最高なの。くら寿司最高。くら寿司万歳。万歳。どうですか。美味しい。くら寿司万歳。今日もね、いっぱい食べてるから。ね、今日は今日もだね。いつもいっぱい食べてるけどね。どちら。お、ユッケ。どうですか。美味しい。うんうんうん。グーグー。今ね、北海道フェアやってて。そう、今ね、北海道フェア。美味しそうなのばっかりでーね。うん。これすごい。これすごいよね。うん。110円です。これ安っ。めっちゃ大きいしね。うん。どうですか。今日ももりもり食べれそう？うん。順調ですね。うま。来ました納豆。来ました納豆。みんな納豆です。リミちゃんも納豆来ました。珍しいね。4回目どうかなと思うで。あ、4皿でもね。おかまち来ました。おかまちです。ママ、ひなち大好き。私、納豆がどこ行っても食べるけど、確かに。美味しいよ、納豆は。この納豆美味しい。おぉ、よく噛むんだよ。つまらないようにね、りみちゃんの方に。納豆が無理だから。今日も基本はこのお皿があるものを食べるんですか。はい、それでいきます。どう、来た。またパパさんうなぎを。めっちゃ美味しそう。すごい。いい感じに油が出てきた。焦げ目もいい感じだな。最後に流す。タレが絶妙だよね。ご飯にかかってるタレが本当に絶妙。何者？食べてない。予想で言ってんの。見た目。パパが食べて、あ、パパが食べて、あ、パパの言う感想を先に言ったの。2分後のパパの頭の中の2分後。おもろいね。タイムリープした。
イクラ来ました。美味しそう。イクラ来ました。お、しほちゃんやっぱりデザートを頼んで。フレンチトーストを頼みました。美味しそう。いただきます。フレンチトーストだけどね、あえてスプーンにスタイルっていう、うん、意味なんか頼む。いただきます。どう？美味しい？うん、いいね。ほんとね、味が染みてるね。ここにイチゴとか美味しいわ。さらにここにですよ、ここにアイスをね、うん、こうね一緒に食べます。美味しい。いいね、美味しそう。いい感じ。前回はプリンだったけどね、今回はフレンチトーストです。これ一応ね、ビックラ君採用なの。あ、そうなんだ、うん、へー。じゃんじゃん来ましたね、そうちゃん。はい、ジャムと美味しそう。今日も本当モリモリですね、今日も。そうですね、中間だからこれ。そうだね、来ました。これなんだっけ、カニとイクラのチラシ。カニとイクラのチラシですね。はい、美味しそう。美味しそう。うみちゃんガリ飲みますか。あれ、お昼間のガリも美味しいよね、本当。うん、変なんだよ、これは。ちょっとね、口直しにね、食べます。美味しい。いただきました。これは何？ユッケ？ユッケ、甘エビのユッケ、うん、すごい。何皿目？8。おー、今日も行くね。うまっ。うまっ。めっちゃ美味しいやがる。美味しい。美味しいものばっかりだね。うん。めっちゃ美味しい。これ前回美味しかったのでまた頼んじゃいました。そうだよね、うん、美味しいです。また食べますね、これを。はい、すごいね、好きなんか甘いもの好きね。はーい、どうですか、安定の美味しさ。安定の美味しさ、よかった、よかった。最近プリンにハマってさ、うん、ね、そうだよね、うん、美味しそう。っていうか、パフェも来るんだけど食べれる？うん、余裕、うん、すごいい食べっぷりだね、ほんと。幸せそうですね。あ、こんなとこに山椒がある。山椒付き。あれ、さっきのなかったの？じゃあ、ないやつ頼んじゃったんじゃないですか。うん、2杯目ですね。こんなリッチなこともいいんでしょうか。こいつつママも食べます。おー、すごい。今回もまた油が乗ってますね。美味しそうですね。さらにこのうなぎのタレがご飯を独占して、あー、美味しそうでございますわね。美味しそうでございます。いただきます。いえいえ、ましたね、チョコケーキ。美味しそう。綺麗だね。どうですか。うみちゃんはいつもチョコレートケーキだね。もう踊り出した、踊り出した。見るよ、見るよ、見るよ、当たりました。見るよ、見るよ、見るよ、せーの。何？食べた。何？待って、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 待って。
ねえ、なんだこれは。クリア。シールだ。シールだ。え、シールだ。こういうのなんだ、シールって。いいね、いいじゃん。しっかりしてるんだね、シールって。なんかペラペラのやつがない、ないんだ。めっちゃ可愛い。デクくん当たりました。デクくん。はい。ルイア・イズブくんです。前回はな、誰だ。カツちゃん。あ、そうだね。ガグオ・カツキくんが取りました。キーホルダーです。そうですね。今回は、ルイア・イズブくんのシールが当たりました。モリミちゃんの2個目のデザート。これと、もうぶつかっちゃうの。しょうちゃん、来ました。来ました、メロンパフェ。メロンパフェ、こんな感じですか。これ、ちょっと貼っとくか。ママの方が見た目がいいかも。ママのこんな感じ。ひどい。まだ食べてないから、ママ。いい感じですね。だって、もともとこうだったよね。ちょっと垂れてた。こんな感じです。美味しそう。どうですか？美味しい？なんかクリームがメロン。クリームがメロン。メロン風味だ。美味しい。美味しそう。メロンだ。美味しい。すごいね。これでデザート3つ目？すごいね。で、何皿食べたの？9皿。9皿に。プラスデザート3つ。おお、すごい。やばい。違う。毎週チートデイじゃんじゃん。チートデイって月1ぐらいでやるもんでしょ。そうだよ。しんちゃん毎週チートデイ。みみちゃんは？みみちゃんもでもこれ2皿目だよね、デザート。すごいじゃん今日は。みみちゃんなんだかんだ言って食べるじゃん。このお芋ね、前回も食べて気に入っちゃったんだよね。お芋のあのホイップがついてるやつ。また食べんの？え？やばくない？しーちゃん10皿目？いい食べっぷりですね。出てくる？うん、よかったです。お、かき氷来ました。思ったより甘い。うわー、締めに唐揚げてやばくない？あっくうまっ。熱い？美味しいですか？美味しいです。リベンジ大成功。まあ今回は4枚、ちょっとね、うなぎとかメロンパフェとか結構値が張るのを食べたので、パパとママで今回は4枚もらいました。嬉しいですね。っていうか前回もらえてないんだけどね。ね、リベンジ大成功。今回はさすがに当日に来たので、はい、全種類まだ残って、当日の5時だからね。うん、でもやっぱね、大人気で店もすごい混んでるし、レジもすごい混んでるし、あと女子高校生みたいなキャーとか、あの何ガチガチビックラポン当たってキャーって声もすごいしたし、やっぱヒロアカ人気はすごいなと思いましたね。子供多かったしね。うん、どうですかしおちゃん、これはだってここに来ないともらえないファイルだもんね。嬉しいです。本当嬉しいです。嬉しいです。よかったね。ヒロアカ好きなんですよ私。はい、今日はもうね、1週間前から5時に予約してね、来ましたね。はい、満足ですか？満足です。よかったです。入りましょう。入りましょう。ごちそうさまでございました。ありがとうございます。